皆さん、入学式お疲れ様でした。改めて、入学おめでとうございます。入学式といえばさ、学園長でっかかったな。だよね。歩くたびに地面揺れてたよ。そこ、お静かに。では、改めまして。おはこんばんちは。おはこんばんちは。この一年 A 組担任の薄見沢春彦と申します。以後お見知りおきよ。先生、お菓子はやはり300円まででしょうか。甚平くん、コマくん、これはご挨拶代わりのほんの定規だよ。定規。ジョークね。本日ですが、入学式が終わったらもう予定はございませんので、学校を歩き回るなりごゆっくりお過ごしください。よっしゃー、遊び放題。いい先生じゃん。最高。じゃああいつも誘おうぜ。たまろう。またろうくんね。名門校って言っても普通だな。みんなすげえやつなのかな。でも結構みんな頭良さそうな感じするよ。なんかめっちゃ喋ってるな。じゃあ早速うまいもん売ってる売店でも探すか。甚平くん、 Y 学園に来てそこなの。え、大事なことでしょ。飯飯飯飯最高。なんかめっちゃ話してるから話しかけにくいんやけど、玉ねぎに。じゃあ話しかけよう。あれ、マタロウくん、なんか様子が変だよ。どうした、マタロウ、パンツなくしたのか。なんでそこでパンツ。じゃなくて、実は僕、入学式あたりから何かにつきまとわれてる気がして。なんだって、入学式からパンツが破れてるだと。全然違うよ。っていうか、パンツから離れて。つきまとわれてるって、この教室でも？うん。気配がするんだ。後ろから見られてるような。わあ。バキー！バケ猫。バケーラ。わあ！出たー！バケ猫！こいつは、もしかして。音量か？腕の。やるぞ、コマくん。うん、甚平くん。え、二人とも戦うの。おお、なるほど。音量対峙していくのか。よっしゃ、任せろ。バケーラー。これ弱点とかあるのかな。ボス音量はとても強力な攻撃をしてきます。強力な攻撃は事前に危険範囲が表示されるので、タイミングよく B を押して避けましょう。へー。ボス音量の中にはヒットポイントが減ると攻撃が激しくなるものもいます。最後まで気を抜かずに戦いましょう。わかった。えっけえ、負け猫がなんだ。俺たちはお前より強そうな。あ、なるほど。あ、おう、ネズミや竹井の獅子なんかも倒したことあるんだ。背後に回りたいな。なんかめっちゃ狙われてる。コマに任せる、背後から。めっちゃターゲッティング狙われてる。あ、今だ、今だ。あ、うん、うわ、あ、なになに、これなに、これなに。コバがなんか取ったけど、それなんなの。くらえ。やった、退治した。取る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 。えい、猫ちゃん、爪研ぎタイムは終わりだぜ。僕たちなら楽勝だね。楽しいな、このゲーム。バキー。やってやったぜ。すごい。バキー。なんだ、まだやるか。おで、強いやつ、好き。喋れんのかい。
なんだお前、変なやつだな。気に入られたみたいだね。これあげるど、おめえにぴったりだど。なになに、赤グローブ。おめえにはこれだど。ど根性バット。ありがとう。えぐり込むように打つべし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 。何してる。燃え尽きたぜ、真っ白になる。それ明日のジョニーっていうか、燃え尽きるの早っ。装備できるものは次の5種類です。武器、頭防具、体防具、グッズ、メダル、これらを装備することで特別なスキル効果を獲得したり、キャラクターの能力をより高めることができます。各装備にはレアリティというものが存在します。レアリティには5つの段階が存在し、レアリティが高くなるほどより強力な性能を持ちになります。なるほど。レアリティごとに装備名の文字の色が違います。コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリー。レジェンダリーがきっと一番強い。レアリティの高い装備を入手したらぜひ装備してみましょう。 OK。お、勝手に装備してくれた、ありがたい。もう今日はいろいろありすぎだよ。不良に絡まれるし、急にタックルされるし、こんな化け猫も出てくるし。そりゃ散々だったな。笑い事じゃないんだけど。それにでっかい隕石の幻だって見たし。なんだそれ。今朝校門に入った時、でっかい隕石が降ってくるのが見えて、でも何も起きなかったんだよね。へえ、お前結構ヤバいやつだな。僕もわけわからないんだって。そうだ、化け猫なんで僕につきまとった。バキ、それはおめが。ねえ、ジンペイ君、コマ君、ちょっといいかしら。え、あ、この人はまさか学園一の美女、エンラ夏希先生。ちょっと何この曲、めっちゃお色気ムンムンなんだけど。これから保健室に来てくれない。やばい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 。僕たちに何の用が。保健室で何するの。それは、それは来てからのお楽しみ。あー、これはダメだ。うわー、なんてお色気ムンムン。ジンペイ君興奮しすぎ、すっごい美人だったけど。実は俺って年上好きでさ、エンラ先生めっちゃタイプ。それにしてもなんで保健室に呼ばれたんだろう。禁断の個人授業だな。魅惑のムフフタイムが俺を待ってるぜ。でもなんでジンペイ君とコマ君だけ、気になる。何の呼び出しかな、ドキドキするね。間違いない、これはエンラ先生の禁断の個人授業かもしれない。まさかそれはないでしょう。おしゃ、じゃあ保健室に行ってみようか。どこにあるのかな。コマ君、こっち行けないな。禁断の個人授業ってどんなことすると思う。まだそうと決まったわけじゃないけど、きっとエンラ先生とあんなことやこんなことをするんじゃ。なんか鼻血出そう。あんなことやこんなことしたいな。で、今向かってた。よっしゃ、じゃあ行くよ、保健室。こんばんは。お、こんばんにちは。